ゼロと無限大を怖がるべきでない理由、解説します。ゼロで割ってはいけない、とよく言われます。大学数学を知ると、そんなに恐れるものではない。それを教えてくれるのが、異端の数ゼロという本です。この動画を見れば、ゼロと無限大が兄弟であることがわかります。この二つに親しみたいなら、ぜひ見てください。異端の数ゼロ。サブタイトルは、数学。物理学が恐れる最も危険な概念。読んでみると、むしろ恐れるべきではないことに気づかされます。確かに、ゼロ割り算は危険です。パソコンの電卓でも、計算しようとすると、できませんと言われます。本書の冒頭では、軍艦のエンジンを制御するソフトで、エラーが起こるエピソードが、ゼロ割り算が起こってしまい、それが適切に処理されていなかった、プログラムのエラーによる損害あるあるですね。でも同時に、人類はゼロを受け入れて数学を発展させてきました。古代の文明では、数といえば数えられる数、1、2、3といった自然数でした。数学を発展させたと言われる古代ギリシャでさえ、ゼロは受け入れられず、存在しなかった。しかし、ゼロは古代インドで生まれ、アラビアに引き継がれ、現在の数学に欠かせないものになっています。学校で学ぶ数字は、アラビア数字。小学校でも、ゼロを数として学びます。まずは、十進法による書き方のため、空白の位に数字を割り当てることで、筆算など計算がしやすくなります。中学校では、マイナスの数とともに、欠かせない存在としてゼロを学びます。数直線で数を並べるとき、マイナス1の次の数は、1ではなく0です。関数のグラフを書くとき、座標には原点、0があります。図形を数式の問題として扱うために、座標ほど強力なものはありません。原点、0の考え方は、現在の数学の重要な基礎になっていますね。0の威力は、中学数学を理解すれば、十分に感じられます。一方で、0はよく理解されていない、と感じることもあります。例えば、18÷0 の回答が0というもの、YouTube の教育動画ですら見かけます。定義されていないが適切な答えです。0÷18 が0は正しいです。問題が出題される以上、答えは数字であるに違いない。0以外の答えが思いつかないから、答えは0だ。こういう考えをする人は、確かにもう少し0を恐れた方がいいでしょう。もし0割り算を認めると、0イコール1などが証明できることになります。本では、人間が人参になる論証を導いています。もちろん、ジョークです。普通の前提なら、論理が破綻してしまうわけです。小学校でたまに見かける奇妙な定義で言えば、0を倍数に含めないというもの。そうだとすると、0が偶数ですらなくなってしまいます。偶数とは、2の倍数のことです。マイナス1と1は奇数、なのに0は偶数ではない。偶数でも奇数でもない整数があることになってしまう。不便で、体系的ではありません。確かに、約数の議論をするときは、0を含めません。それは割り算だからです。一方、倍数の議論で0を除外するのは普通ではありません。かける0に何の問題もないからですね。割り算を恐れすぎて、掛け算まで恐れるのはやりすぎです。どんな数も、0をかけると0になる。それは直感的に納得しにくいのかもしれません。かけて同じ結果になるような数は、0しかありません。それに納得したいなら、中学の数学をきちんと学びましょう。数の計算法則、分配法則から証明できることです。大学の数学、抽象代数学を学ぶと、より深い理解が得られます。ゼロの計算ルールに納得することは、高度な数学を学ぶ意義の一つ。そう言えるかもしれませんね。異端の数ゼロには、ゼロだけでなく無限の話も多いです。というのも、ゼロと無限は兄弟だというのです。僕にはそんな視点はありませんでした。しかし、言われてみるとそういう面はあります。例えば、高校で学ぶ微分。これはゼロ割り算に近い話です。15分の間にどれだけ動いたか、それが平均の速さ。1分だったらどうか、1秒なら、0.001 秒なら、分母を小さくして考えるのが、瞬間の速さです。慎重に議論しないと、確かにゼロ割り算にしか見えません。微積分学を生み出したニュートンは、無限小なる概念を持ち出して、微分の計算方法を生み出しました。
無限小同士をかけるとゼロになるようなもの。それが普通の数だとすると、無限小とはゼロ以外にありえません。現在ではこのような問題点は起こりません。極限という概念が整備されたおかげです。無限小は微分の定義式における H に現れています。大学で学ぶイクシオンデルタ論法は、極限の厳密な定義方法です。ちなみに、無限小の正確な理論も現在では発展していて、超実数、超巡回積と呼ばれています。積分は古代ギリシャ、アルキメデスの頃から知られていました。一方で、微分は近代ヨーロッパになってからです。速度の分析から自然に見つかりそうな概念です。なのになぜ発見時期が違ったのか。一つには、ゼロ割り算や無限の扱いが難しかったからなのでしょう。現在の微積分学は、無限大を扱う強力な手法を提供してくれます。無限を身近に感じてもらうために、無限遠点の話をします。まっすぐ伸びた線路の写真がこれです。この画像においては、平行な直線が、ある一点へと交わっていきます。このような遠い点は、無限遠点や消失点と呼ばれます。立体的なものを平面的に正確に落とし込む方法の一つが、遠近法やパースです。その探求の中で生まれた数学が、斜影幾何学。立体の影として平面を描く、斜影を扱う分野です。数学的にも、無限遠点は登場します。これからする話は、少し難しいかもしれません。雰囲気で聞いてください。平面上で、原点を通る直線には様々なものがあります。それら直線を集めた集合を、斜影直線と呼びます。例えば、1、2を通る直線を1、2と表します。つまり、直線は2つの数の比率で表せるのです。ただし、例外はあります。ちょうど X 座標が0の Y 軸を通る直線です。これは0割り算に対応します。しかし直線ではあるので、0、1といったように表すことにしましょう。この斜影直線は、普通の数と無限遠点を合わせたものと同一視できるのです。例えば1、2という直線は、傾きが2です。どんな傾きも比率、割り算で、実数を対応させられます。ただし X 座標が0の直線は、傾きでは表せません。強いて言えば、傾きが無限大のケースです。しかし無限大は数ではありません。この一つの例外を、無限遠点という例外的記号に対応させるわけです。もっとわかりやすくすると、斜影直線は円周と同一視できます。原点を通る直線は、必ず円周を通る点があります。つまり、直線と円周上の点が対応するわけです。無限遠点は上側にあります。円周はウロボロスのように、循環を表せる図形です。無限遠点を含むからといって、必ずしも果てしなく大きなものではない。小さな対象としても表せます。円の形とゼロという文字がくしくも似ているのは、偶然でしょうか。この説明を通して伝えたいのは、無限遠点は幾何学的に扱えること。y イコール ax の形で傾き a を変えれば、様々な直線が表せる。ただし例外が y 軸、つまり x イコール0という直線。これを傾き無限大の直線として仲間に入れるのは、不思議ではありません。ある意味では、0分の1は割り切れないのでなく、無限大として正当化される。そんな図形の世界もあるのです。もちろん、通常の数の割り算としては、0分の1は定義されません。0や無限大は、あくまで希望です。どういう意味があるのか、恐れすぎず、文脈から読み取りましょう。0や無限は、確かに難しい概念でした。現代人でも、難しいのかもしれません。しかし、それを乗り越えて豊かに広がったのが、現在の数学です。異端の数ゼロ。数学や科学が好きな人は、ぜひ読んでください。動画下の概要欄に、Amazon へのリンクがあります。